はい、どうもこんにちは、大二郎です。今日も海外ニュースを紹介していきます。1本目、 Mom shares unfair question on daughter's homework and answer is baffling people ということで、どういうことかっていうと、まあ、理不尽な娘の宿題を母が、まあ、SNS でシェアしたという話なんですけど、これある母が8歳の娘の理不尽な宿題を SNS 上にシェアし話題となったということで、娘がこの問題の答えは何と聞いてきたんですけど、全くわからなかったと。で、娘は結局この回答欄のところにハテナマークを書いたそうですね。で、問題はジャネルは15個のビー玉を持ってます、そのうち何個かをなくしてしまいました。ジャネルは今いくつビー玉を持っているでしょうっていう問題なんですね。いや、なくしちゃいましたって書いてるんですよね。いや、わかるわけないでしょ。わかるわけないんで、娘はまあこうやってハテナマークを書いたんですけど、まあ、それは不正解となったということで、これはさすがに意味わからないでしょうということで、その母親が、学校にね、この直談判というか、この問題について学校に質問しに行ったそうですね。で、その教師の説明がなんと、この答えは自分自身の答えを出すのが正解という説明らしいですね。いや、だったらハテナマークもその自分自身の答えだから正解にするべきじゃないですか。なのにその×っていうことなんで、いや、これさすがにちょっとわけわかんないですよね。で、やっぱネット上でもなんかこうかなり話題になってて、これはひどいっていうコメントがいっぱいあるみたいですね。いや、その自分自身の答えを出すのっていうのは確かにね、いい考え方だと思うんですけど、この問題はだってもうなくしちゃってるし、しかもその前後の問題、普通に算数の問題なのに、いきなりこれだけ問い44だけいきなり自分の考えをって言われても困りますよね。いや、これはちょっとね、なんか日本でも変な学校の問題みたいなのが SNS にねシェアされたりしてますけど、多分昔もこういうのってあったんでしょうね。でもネットでシェアするとかっていうのがなかったから、その明るみには出てこなかったですけど、いや、こういうネットが普及してね、こういうこともすぐシェアされるようになって、ちょっと面白いなと思いました。次、 Woman sneaks into this abandoned house only to find a lonely man standing in the living room ということで、これ廃墟に侵入した女性、居間で立っている男性と遭遇っていうニュースなんですけど、これね、タイトルだけ見ると なんだそれと思ったんですけど、意外や意外の展開を迎えてね、すごい感動的な話になるんで、ね、ちょっと内容読んでいきましょう。カナダのオンタリオ州に住んでるレズリー・デイビッドさん、女性ですね、は廃墟に興味がある写真家だったと。で、その廃墟を見つけるたびにインスタグラムで投稿したりしてて、で、ある日ね、いつものように廃墟、この廃墟ですよね、この廃墟を見つけた彼女は、あ、これはいい廃墟だなということで、で、その廃墟に入ったらしいんですよ、無断でね。で、もちろんまあダメなことですよね。で、ダメなことである上に、なんと中にはそのローレンスさんという老人が普通に住んでて、その辺に立ってたっていうことで、いや、これはもうちょっと怖いですよね。相手からしたらもう侵入者だし、なんなら警察呼ばれてもね、全然おかしくないような状況で、しかもそのローレンスさんは、その右目を失っていて、で、左目も白内障を患っていて、あんまりその目が見えないということなんですけど、なんとそのレズリーさんが侵入者にもかかわらず、まあ優しく接してくれて、で、話をして、で、まあ自由に中の写真を撮らせてあげたということなんですよ。で、数日後レズリーさんはその食べ物とか飲み物を持ってその家に戻って、3時間ぐらいほどおしゃべりをして、で、さらにそのこの男性の優しさに胸を打たれて、その業者さんを手配して、その家をまあクリーニングしてあげたという形で、なんかこうだんだんね、仲が良くなったらしいんですよ、この2人が。で、ある日この男性がその、まあ、もうすぐ自分は死ぬだろうからということで、その自分の葬式について、まあ、レズリーさんにね、相談していた時にこう言ったと。あの日レズリーさんが自分の家に現れたのは自分の人生で最高の日だった、困難に耐えていてよかったと、語ってくれたということで、いや、まさか侵入したにもかかわらず、それがその本人にとって最高の日だったというふうに語ってるんですね。で、その後数ヶ月後、ローレンスさん体調が悪化してしまって、で、レズリーさんは彼のために老人ホームみたいな
ところを見つけて、まあ、入居させてあげたと、犬と一緒に。でレズリーさんも、この素晴らしい人の人生の一部になれたことを本当に幸運に思うと、レズリーさんを語っているということで、いやまさかこのフラッと立ち入ったことがこの2人の運命的な出会いにつながって、で今もまあ仲良くしていて、かつその家に勝手に入られた男性がそのすごく感謝をしているっていうのが、いやなんかねこれ途中読んでからもう涙が出てきそうになるぐらいね感動した話ですね。いやあんまりこういういい話ってニュースになってこないんで、なんかここ読んでて感動しました。いやこれをね皆さんにお伝えできるっていうのがねすごい嬉しいです。ということで次、88-year-old on a walk finds hockey puck he lost as a boy ということで、これどういうことかっていうと、88歳の男性、少年時代のホッケーのパックを見つける。パックってアイスホッケーの玉ですよね。こういう丸いやつをなんかパックっていうらしいんですけど、ミネソタ州のダルースっていう町に住む88歳の男性が森を散歩してたところ、泥の中になんかこう缶のようなものを見つけたと。でそれを拾ってみると、なんと自分が子供の時アイスホッケーをやっていた時にその自分で書いたイニシャルが書かれてあったそのアイスホッケーのパックだったということで、その70年間ずっとそこにまあ置かれたのか分かんないですけど、70年ぶりにそのパックが出てきたということで、いやもう本人はもう仰天したということですね。でこの話を素晴らしいということで、その男性が友達にシェアしようとしたんですけど、もうみんな死んでいてシェアできなかったっていう、なんかちょっとなんか笑い話みたいになってますけど、いまだになんでこの森の中にあったっていうのかはちょっとまあ分かんなくて、スケートリンクはちょっと離れてるし、で別にそこまでねそのアイスホッケーでシュートしてそこまで飛んでいったっていうわけでもないですから、そこはね謎ということですね。で当時はその自分の父親がそのパックとかを全然買ってくれなかったということで、そのめちゃくちゃ当時貴重なものだったっていうふうに語っていて、でそのこの記事の終わり締め方がめちゃくちゃかっこいい英語で締められてるんですよ。 Special then, even more so now っていう、これどういう意味かっていうと、そのスペシャルゼンっていうのはその当時めちゃくちゃ貴重な大切なものだったもの、そして今はなおさらそれが大切なものになっているっていうね、かっこいい言い回しですね。いやーなんか70年ぶりに見つけるって、これいやもうとんでもないニュースですね。自作自演だったらめっちゃ面白いですけどね88歳のおじいちゃんが自作自演してたら面白いということで、今日はまあ結構ねいいニュース2本あったりして、なかなか濃いねニュース紹介できたかなと思います、ということで今日も海外ニュース3本紹介しましたけれども、皆さんはどう思ったでしょうか。ぜひぜひコメント欄で教えてください。ちょっとでもいいと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあ